昨今国際協力では地域住民のプライオリティを優先するということが非常によく言われます。しかし、見てますとどうもこのプライオリティという言葉に引っ張られて勘違いしているようなケースが多々見られます。で、住民にとってのプライオリティっていうのは一体何でしょうか。で、僕自身の経験を言いますと、僕はもともと植林の専門家でした。で、木を植えるというニーズは途上国に行きますと、田舎ですとかなりあることはあるんですけども、それを優先順位で例えば住民に表してもらうとトップに来るということはまずありえません。よくても5番とかですね、もっとそれ以下に来てしまうことが多いです。それでよく林業の専門の人が言っているのは、住民のさらに高いプライオリティを満たさない限りは木は植えてもらえない、まあ、そういうことを非常によく言ってですね、そのために、プロジェクトをインテグレートとの、その総合的なアプローチを取ったりですね、何らかの植林と他のものを組み合わせてインセンティブ、外部のインセンティブを提供して植林に誘導したりとか、そういうことをやるようになっていました。で、ところがですね、だんだん気がついてきたのは、そのプライオリティっていう言葉に騙されていないかっていうことです。で、プライオリティって言った場合、例えば最近僕がよく講座をやるときに参加者に聞くのは、水と空気と食べ物とどれがあなたにとって一番プライオリティが高いですかっていうことを聞くんですね。で、多くの人はうーんと考えてから、1番が空気、2番が水、3番が食べ物っていうふうに答えるんです。それなぜかというと、空気がないと数分で死にます。水がないと数日間で人は死にます。食べ物がないと数週間とか1ヶ月で死にます。で、空気が一番そういう意味でサバイバルに重要という意味でプライオリティが一番というふうに答えるんですけども、考えてみれば分かりますけども、この質問はあまり意味がないですよね。なぜかというと、空気も水も食べ物も全部人間には必要だからです。で、なぜ空気が一番というプライオリティをつけるかというと、それは僕が聞くから順位をつけてるだけです。で、それとよく似たことが途上国の国際協力の現場でも起きるわけですね。住民が例えば普段、私のプライオリティは農業だとか、私のプライオリティは教育だというふうに考えて生活しているわけでは決してありません。で、外部の人間が入ってきて、援助のために入ってきて、あなたのプライオリティは何ですかと聞くから、そこで初めて考えて、私にとってはこれが1番ですとか2番ですとか3番ですというふうに答えるわけですね。でも重要なのは、そのものがその人にとってどれくらい重要であるかであって、順位ではないんです。考えてみれば分かりますけども、人は食べ物も水も必要ですよね。どちらかが重要だ、もっと重要だなんていう議論はすればできますけども、してもあまり意味がない。で、住民のプライオリティというのも、実は順位付けをすることによってごまかされてしまう部分があるんです。で、特にあの僕なんかが気がついたのは、木を植えるニーズというのは順位付けしてもらうと低いんですけども、でも考えてみれば分かりますけども、途上国の田舎の人たちは毎日薪でご飯を炊いています。で、暑いところだと庭とかそういうところにたくさん木を植えて日陰を作っています。要するに木がない生活なんていうことは考えられないんですね。で、木のプライオリティがなぜ低いのかっていうと、それは単にプライオリティを聞くから低い答えが出てくるだけで、必要性においてはもちろん食料と同じとはいきませんけども、必要性はかなり高いということですね。ですから必要性が高いものを住民に提供するときには、何もプライオリティはさほど気にする必要がない。で、逆に言うと、プライオリティではなくて、プライオリティに高い方にあったとしても、
プライオリティのトップにあるものとの重要度にものすごく大きな開きがあるもの、そういったものはやってもあまりアピールしない。要するに順位付けではなくて重み付けで住民のニーズを調べるということが非常に重要になります。で、プライオリティ、順位というのはあまり意識する必要は本当はありません。で、調査なんかをやると必ずプライオリティを調べましょうとかってやってしまうんですけども、それがもうそもそもの間違い。もちろんプライオリティの順序で、一番のものから本当にやりますっていうケースだったらそれはいいんですけども、そうでない限りプライオリティを聞くことにはあまり意味はありません。でむしろ、なんていうんですかね、PRA のツールでいうスコアリングのようなものでどのくらいの重要度があるかという重み付けを見る方が重要だということですね。で、よくある間違いなんですけども、プロジェクトであるとかそういう援助を始める前に社会調査であるとかベースライン調査であるとか称して、その地域に行って村の人たちにインタビューすることがあります。で、その時によくプライオリティを聞いてしまうんですね。で、プライオリティ聞かれた方は、例えば私にとってのプライオリティは農業生産が一番ですとか、子どもの教育が2番ですとか、水の、確保が3番ですとかっていうふうに答えるわけですけども、プライオリティを聞かれた方は当然のことながら、そのプライオリティ、答えたプライオリティが次に来る援助で考慮されるんではなかろうかという期待を持つわけです。ところが NGO であれ ODA であれ、ほとんどの場合援助する側というのはもう調査する時点ですでにどういうことをやるかというのを決めていることが多いわけです。教育のプロジェクトであればプライオリティを聞いたって結局教育をやるわけですし、林業のプロジェクトだったらプライオリティに関わらず企業を受けましょうということを持ち込むわけですね。で、そうなると事前の調査で、コンサルタントの人がいて調査をしてプライオリティを聞いてると、その地域の住民の人たちにあらぬ期待を持たせてしまっているわけですね。で、そこにプロジェクトが入って全くそのプライオリティと関係ないことをしてしまうと村人との関係はどうなるのか。もちろん村人は何らかの援助が来るんであればそれをノーとは言いませんけども、え、じゃああの時プライオリティを聞いたのは何だったのということを口には出さないけども、当然そういうことを思うわけですね。ですからまず信頼関係を傷つけるところからスタートしなきゃいけなくなります。で、これは特に調査に行く人とプロジェクトを実施する人っていうのが違う場合が多いんで気がつかないことが結構あるんですけども、そういう事例というのは多々隠れていると思います。ですから意味もなくプライオリティを聞いたりとか調査したりっていうことはむしろやめた方がいい。本当にそのプライオリティの順に従って何らかの活動を行うというんだったらいいんですけども、そうでない場合にはプライオリティを聞くことには意味がない、あるいは場合によっては関係を悪くするもとになるということです。